こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、ちょっと新しいキット、が、依頼できましたんで、そちらの開封やっていこうと思います。はい、まあ、ちょっとお預かりしたのは結構前になるんですけども、その前に作ってたやつが完成してから着手っていう感じだったんで、こちらのキットやっていこうと思います。というわけでやっていくのがこちら、ボックスの5スターストーリーズ、IMS レッドミラージュ軽装仕様ですね。こちらの制作やっていこうと思います。まあ、この間のね、ナイトオブゴールドをご依頼いただいた方と同じ方で、まあ、ナイトオブゴールド、実はね、ナイトオブゴールドと同時に預かってたんですよ。同時に預かってて、さっきナイトオブゴールドを作ってほしいっていうことだったんで、あっちを作って、で、お次はこちらを制作するっていう感じになります。はい。で、これね、ついこの間かな。ついこの間、ボックスから100分の1の方も再販されたんですよね、確かね。で、ボックスで5スターストーリーズ展をやってて、そこでまあ再販されたっていうことだったんで、実は100分の1も来てます。はい。なんですけども、とりあえずさっきこっちやってほしいってことなんで、こちらの方からやっていこうと思います。はい。なので、とりあえず今日はね、開封をやって、で、こっちは144分の1ってことで、前のナイトオブゴールドより、二回りぐらいちっちゃいサイズになっていくので、あまり、こう、あれこれせずに、サクサクっとストレートに作っていくっていう感じでやっていきますんで、よろしければ最後までお付き合いください。というわけで、やっていきましょう。はい、それでは開封していきましょう。でね、もう先に言っとくと、これ、テイク2なんですよね。前に一回動画撮ってるんですけど、動画撮った直後にパソコンが壊れちゃって、動画データが飛んじゃったんですよ、全部。なんで、今回開けるの2回目です。はい。なんで説明書がね、一番上に来てるのもそういう理由ですね。はい。で、まあ、レッドミラージュの特徴としては、その半透明な外部装甲っていうのがまあ特徴になるので、この成型色もね、全部、乳白色の半透明になってます。こんな感じでね。で、このフレームのパーツは、こんな感じで色が入ってる、不透明なパーツっていう感じになります。なので、装甲から若干中が透けるんですよね。なんで、その辺も考えながら作っていかないとダメっていう感じになります。で、フレームに関しても、この、なんて言ったらね、紫っぽい色のパーツの部分もあれば、こういうガンメタ系の部分もあったりっていう感じで、ちょっとね、色がね、いろいろあるんですよ。なんで、その辺の塗り分けとかも、しっかりやっといてあげないと、結構目立ってしまうところがあるので、気をつけてやっていこうと思います。で、まあ、こだわり出すとね、いろいろあるんですけど、例えばこういうパーツの裏側のダボ、このスナップフィットのためのこのピンとダボですよね。こんなんも、こう、装甲が半透明なせいで、若干表から見えるんですよ。こんな感じで、よく見るとね。若干見えるんですけど、これを処理してってなると、かなり大変なんですよね。これを全部削り落として、裏側を磨き上げて、まあ、磨き上げるまではしなくていいかもしれないけど、削ってあげて、で、こう、真っ平らにしてあげた上で、そのフレームとの取り付けを考えないといけない。フレームと、要はこれフレームと取り付けるために、このダボがあるんで、これを切り飛ばしてしまうとフレームと取り付けができなくなってしまうんで、じゃあどうやってつけるんだっていう話になってくるんで、今回のこの144分の1のこのキットではちょっとね、そこまではやりません。はい、うん、なんで、
まあ基本的にはもう、まあ至って普通に作っていくっていう感じでやろうかなと思います。はい。ただまあこの半透明はやっぱり設定的に生かさないとダメっていうのがあるんで、走行に関しては、ゲート処理とかをした後、その透明を生かしたまんま、この乳白色を生かしたまんま、処理していくっていう感じでやっていきます。パーツみっちみちに入ってるのはすっげえな。うん。でこのフレームもこれかなりこの紫の部分がすごく多いんだけど、ちょっとこれ設定とかも見た上で、この色じゃないよねっていう部分とかも多分あると思うんですよね。なんでその辺しっかり確認しながらやっていくと。であとこのスネとか、シールドの部分はこういうクリアレッドのパーツになってるんですよね。まあ、テイクワンの時は中開けてまで見なかったんですけど、こういう赤いパーツ、赤いクリアパーツになってるんですけど、若干ちょっとね、どうだろう、その内部走行と組み合わせてみてどうかっていう部分はあるんですけど、ちょっと色が明るすぎるというか、ちょっと色が軽すぎるような気がするんですよね、このまんまだと。なんでちょっとね、この辺は少し上にクリアレッドとかを拭いて、色味を暗くしてあげた方が雰囲気は出るんじゃないかなっていう気はしますね。うん。であとまあこの上にデカールがつくっていうか、デカールが来るっていう感じにもなるんでね、その辺やっていこうと思います。はい、こんな感じ。シールドも、この白い乳白色のこのパーツの上にこのクリアパーツをこうつけるっていう感じになるんですよね。なんでこことかはもう顕著に赤がねすごく明るくなってしまう、白の上に赤がこうくるんで、すごくね真っ赤化になっちゃうんですよ。明るい赤になってしまうんで、ちょっとね見た目的にこういう感じですよね。ちょっと今重ねてないんであれですけど、こういう感じになるので、すごく明るい赤になっちゃうので、ちょっとねその辺が見た目的にどうかなっていう部分もあるんで、微妙にちょっと色味を変えてあげる感じの方がかっこいいんじゃないかなと思います。まあその辺ね、調整をしていくという感じですね。はい。であと、まあこのまんまのね、このまんまでいくとすごいね、多分白い機体なんでのっぺりしてしまうんで、まあ、墨入れはね若干やっぱりやっていった方がいいかな、 やってあげた方がいいかなっていうのはあるので、墨入れをね若干ちょっと入れようかなと思ってます。でウェルドラインか、これは違うか、大丈夫かな。うん。墨入れを、まあ、黒でやるとねちょっとどぎつくなってしまうんで、グレー系の色でね墨入れをして、でこの裏側とか、この裏側とかこの上にね、この上にさっきのこのシールドの裏側のパーツがパコッとはまる形に、はまる形になるんですけど、この裏側にもねびっしりモールドが入ってるんですよ。でこのモールドが若干表側に透けるっていう部分もあるんで、こっち側にもねちゃんと墨入れをしてあげて、こう表に透過するっていうのを意識した上で塗装していくっていう必要がありますね。うん、そんな感じ。うん。で、外装のシルバーの部分、外装のシルバーの部分、このアンクルガードとか、フロントスカートとか、腰のスカートのパーツとか、この辺のシルバーの部分はシルバー成形になってるんですけど、ちょっとねこの写真と見比べてもシルバーの色味が全然違うんですよね。なんでこの辺もね、しっかり塗装で、これに近い感じ、まあ、個人的には、かなり輝度が高い、明るいシルバーっていうイメージなので、そういう色で塗装していくっていう感じ。で、あと一部、まあ、この靴の足首の部分とかね、この辺とかは、塗り分け
が必要になってくるんで、この辺はちゃんとマスキングしてね、塗り分けをしてっていう感じでやっていきます。はい、こんな感じですね、入ってるパーツ的には。で、あと、こういう水転写デカールが付属してて、まあ、この水転写デカールをね使用してやっていくっていう感じですね。すねの部分のデカールだったりとか、この辺がついております。基本的には説明書通りの、説明書の指示通りに貼っていくっていう感じですね。僕ちょっとね、5スターそんなに5スター詳しいわけではないので、あまり細かいことわからないのでね、もう説明書通り組んでくださいって言われてるんで、説明書通りに組んでいくって感じでやっていきます。はい、こんな感じ。うん、なので、まあ、基本的にね、この144分の1に関しては、まあ、サイズがちっちゃいっていうのもあるので、もうそんなにね、いろいろ手はかけずっていう感じでやっていこうと思ってます。サイズがちっちゃいのと、まあ、さっきから言ってるように半透明を生かして仕上げていくっていうのがあるので、まあ、どうしてもね、できることっていうのが限られてくるので、その辺ね、工夫しながらやっていくっていう感じで進めていこうと思います。はい、なので、まあ多分そんなに時間はかからないんじゃないかなとは思うんですけどね、あの途中で僕の心が折れなければ、そんなに時間はかからないかなと思うので、この辺もさせっせと作っていきますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、いいねとかコメントいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。